日本ね。だから今回の即位の礼に向けてのイベントらしい、うんうんうん、なんかそんな気がする、うん、そう、うんうん、で、ほらもう死者8000人って予告されてるわけですよ、ね、で、あのね、とにかくね、あっちの人たちっていうのはあのこういうね、儀式が大好きなのね、うんうんうん、で、その3.11の時もなんだっけな、あの、あったんですよ、うん、ちょっと私の昔のブログ見ていただければ分かるんですけど、 9.11 とペアで、うん、なんか2012年のアセンションに向けてのイベントだったらしいの、うんうんうん、で、まあこうやって見てるとさ、まあ満月はそうなんだけど、だから台風がまさに、ね、襲った時が仮折りの祭りっていうの、うん、生贄と見過ぎる、そうそうそうだし、で、今度さ、まあ、これが終わって、うんうんうん、明日、うん、で、21日になるのに、うん、メインの儀、生贄の儀式ってあるんだよね、まだね、うん、そして、この即位の礼、うん、っていう流れらしいんですよ、うん、と思って、で、なんかこういうでも情報は、うん、あの上の方はね、共有してるらしいですね、うん、で、あのそのね、これが人工台風だった証拠にあのハウスメーカーの株の上がり具合見てくださいって言うから見たら、うん、本当上がってるみたいな、うん、で 3.11 なんかはあの東日本ハウスがぐわーっと上がってるんですよね、うん、で、まぁ、今回の台風はこれただ3つだけど、あ、確かに上がってるじゃん、うん、で、あとね、台風の起こし方、みんなさ、なんであんなのが起きるわけないじゃんってよく言うんだけど、簡単で、あの衛星使って海面をね、上昇させるんだって。で、台風って27度以上じゃないと起きないでしょ、うん、海面がガーッと上がって水蒸気がバーッて起きて、まあ、そこからこう風が起きてっていうんだけど、この衛星でブワーッて海面を温めるとブワーッて水蒸気が上がって、うん、あとね、空母とか潜水艦とか、うん、ああいうのもできるみたいな。だから原水力潜水艦とかあるじゃん、空母とか、うん、あれもね、熱いよ、熱を発して温めてんだって、うん、で、イルカさんがほら大量死するじゃないですか、はい、クジラとか、うん、あれはね、熱いやつで死んじゃう、うん、あとソナーもあるけどね、狂っちゃう、うん、で、こう熱いのブワーってやって、うん、まあ、あのこういう、X バンドレーションって言うんだけど、うん、これがすごい、もう電子レンジのさ、うん、あのマイクロ波を出してるわけですよ、うん、で、これがこうやって温めて、もっともっと頭、あの大きくなれ大きくなれってやって、まあ、こういうふうにね、育成中ってあるんですけど、こうやって作っていくんですよ、うん、で、ケムトレイルが、これがね、アルミニウムを巻くわけ、そう、細かい粒子、うん、で、よく虹が出るじゃないですか、うんうんうん、ケムトレイル巻いた後に、ね、なんかみんな彩雲とかね、綺麗とかね、彩雲じゃねえよみたいな、アルミニウムなんだよみたいな、うん、で、それが、まあ、電子レンジをますますこう、温める、うんうん、よく電子レンジの中にね、うん、アルミホイル入れると真っ黒になっちゃうじゃない、うん、あれと同じで、これをね、人間が空気中から吸ってるじゃない、うん、今、ケムトレイルどんどん、だから 5G が来たら、うん、バーンだって、ね、もう相当吸ってるから、うん、あれ電子レンジでしょ、うん、5G で最後の仕上げみたいなのが起きるんじゃないかって言われてますよね、で、まあこういうふうにこう上から見ると分かるわけです、台風の大きさとか、で、これなんか上陸前にちっちゃくなりましたよって、あのこのハーモニズっていうね、船体を、まあ、指揮してる人がいて、男の人なんだけど、で、彼がこう毎日毎日こういうブログアップしてくれてるんだけど、もうちっちゃくなってたんですよね、で、まあ、最大はこんぐらいあったんだけど、で、あのこの時はちょっと見えなかったんだけど、このね、こう見えます、虫みたいな感じで、うん、それがね、ハーモニーズっていう、まあ、戦艦で UFO がコントロールしてくれてる時が、うん、で、今回もね、こうやってちっちゃくしてくれたみたい、この人たちが、ところがこうやってさ、ちっちゃくなったわけじゃん、だから上陸前はこんなだったわけ、もうちっちゃくなってね、ところがなんか上陸した途端、今度はこの X バンドレーダーが頑張っちゃったわけです。で、これは何、群馬県伊勢崎市の丸くなってこう出てるわけで、
今回私もさすがにこう見たらさ、本当だと思って、うんうんうん、気象レーダーに映ってましたもんね、それね、うん、本当にやってるみたいなのが、うんまあ、本当リアルにね、うん、分かりました。でこれがあの有名なとこで、うん、なんだっけな、気象大学、うん、千葉県の柏市か、うん、にあるのが、うん、こういうのあるんですって、うん、で必ずね日本線が出るんですって、うん、でなんでかっていうとちょうどねここにビルがあるんだって、うん、ビル群があって、うん、それが邪魔してこう、うん、何こういうふうにこれがそう、うん、ビル、うん、そうっていうのがあって、確かに今回も見たら、うん、本当に出てると思って、うん、はい、今回のはあの本当に、ね、同時多発的に人工地震もやるつもりだった、うんね、うん、ところが4で済んじゃったから、うん、がっくり来てるわけです、この人たち。すごい不自然な地震でしたもんね、これね。そう、うん、まさに、うん、本当にね、あれですね、うん、まあ、津波起こそうとして、うん、でもね、ここやっても無駄、私がこうバーッと埋めて、これがね、うん、埋まってるんですよ、うん、もう100本ぐらい、うん、100本ぐらい埋まってる、うん、で私もこれ地震知ってなかったんですけど、友達が持ってきて、これ埋めると人口が地震がね、あの少なくなるんだよみたいな、みたいな。で私も嘘と思ったんですよ、まさかそんな日本がね壊滅させられそうになってるとかさ。あでもね、私の魂が本当だよっていう、私魂とかでするんですけど、本当だよって、そうなんだよってなって、でこれをまああちこちね、友達に買ってもらったり販売したり埋めてもらって、うん、なんとか。だからいくらここやってもね動かない、うん、これすごく本当はねもっと大きいはず、もう9ぐらい行く予定だったはず、うん、絶対そう、でもね抜けるようにしてます、うんうん、なーちゃんで私がそういったさ地震を止めたとか、うん、ほざいてるとかってなんか2チャンネルみたいな。でも事実だからしょうがないよと思ってさ、うん、あ、終わりかな、まあ、今回はねこんな感じでもう来ました。で今もね実はいっぱい作ってるんだよね、あの、うん、エクスパンドレーダー見ても動いてるし、うん、また来るかなって感じ、うんうん、でも気づいたら多分、うん、あの小さくなる